吉宗評判記暴れん坊将軍。早いな。あ、桜井様、お役目ご苦労様です。こんな夜明けから何を急いでおるんだ。遠出か。はあ、どこまで行くんだ。はい、狼が出て百姓たちが困ってるとかで石神井まで参ります。ほう、石神井までな。ご苦労、気をつけて行ってまいれよ。はい、では、うるさいな、朝っぱらから何じゃ。加納殿、それがしは仮にも上様警備の責任者でございますぞ。上様はたった小者一人をお供に石神井までお出かけでございますぞ。それがどうしたのじゃ。天下の将軍家に万一のことがあればそれこそ取り返しがつきませんぞ。それがし、ただいまより早速石神井に赴き、上様ご身辺をお守りいたしまする。ああ、何事にも大げさなことのお嫌いな上様じゃ。内分によろしくお願いしますぞ。将軍警護を受け持っていたのは大御番士たちであった。彼らは12組に分かれ交代で将軍を守っていた。その責任者を大御番頭と呼んだ。本番、本番、開門、開門じゃ。五千石の旗本、いざ合戦の時は将軍先手の指揮官として戦う名誉の役職であった。狼やイノシシが出て陣下を襲う、歴代の将軍ならば関東軍隊に任せていたことである。だが吉宗はそうではなかった。必ず自分で確かめ、そして適切な処置を取った。吉宗の肩には日本中のすべてがいつも重くのしかかっていたのである。小助、行く先は分かっておるのだ。無理して追いつくには及ばんぞ。はい、大丈夫です。上様、どうぞ馬をお攻めください。よし、はっ。吉宗だ。江戸に潜入した恐れがあります。いずれも尾張大納言家の藩籍を脱し、天涯孤独の浪人になっている者ばかりです。かねてより尾張城下に張り込ましておりましたそれがしの手の者からの知らせです。間違いはございません。よし、すぐ手を打つ。半蔵、その刺客たちの人相、特徴、人数などすぐ分かるか。いえ、それが江戸に向かったことしか分かりません。おそのが今確かめております。吉宗に唯一最大の政敵がいたとすれば、それは尾張大納言徳川宗春であった。宗春は将軍の地位を吉宗と争って敗れていた。
宗春が将軍になるものとばかり思い込んでいた大勢の家臣たちは失望し落胆した。そしてやがてそれは吉宗に対する激しい反感に変わり、いつしかその中に極端な過激派が生じていたのは当然であった。一番恐れていたことがとうとう本当になってしまった。尾張の中の跳ね返りどもが破れかぶれになって江戸へ来る、考えられることじゃ。と言って表沙汰にして警備の者を大勢繰り出しては、将軍家のご威信はどうなるか。上様あっての天下の平和と人々は思っているはずです。ああ当然じゃ。こんな徳川家内部の内輪揉めを世間に知らせることはない。そんなことをすれば終わりばかりでなくなる。まだまだ上様に恨みを持つ者が大勢現れるに相違ない。上様が将軍であられる限り勝手な真似ができなくなった者が大勢いるのじゃ。加納様、ともあれ上様のご身辺を守ることが肝心です。で、上様は今。友も知れずに一人でお出かけなのじゃ。幸い今月の大御番頭桜井門戸の将が気づいて後を追っかけてくれているが。上様が刺客に。そうじゃ。朝右衛門、その方直ちに上様のご身辺を守れ。心得ました。で、上様は今どちら。それがその草深き武蔵野の奥じゃ。武蔵野。新さんが。そうなんだよ、大岡様がそうおっしゃるんだよ。新さんが狙われてるなんて、どうしよう。どうもこう参りはしないよ。うちの人がいないときは私が代わりに。あ、関取、源之次、爪、鉄球。長助、もう飯ですかい。小遣いでもくれるんですか。バカ、何を言ってんだよ。それどころじゃないんだよ。大変なんだよ。わかった。以上、抜かるな。なんだろう。間もなく国元にご家老が参られる。そのたち三名はつなぎに止める。現在の東京都練馬区石神井、当時は草深い武蔵野の真っ只中。狼がさまよい出てきて潜むには絶好の土地であった。小助、見ろ、狼の襲ったのだ。あそこにもあります。話に聞いていたよりもひどいな。よし、もう少し先へ行くぞ。は、小助、一服するか。はい。俺はいいから、小助、お前が飲め。とんでもありません、上様どうぞ。いや、お前が先に飲まねば、俺は飲まんぞ。はい、いただきます。ひどい汗だな。よし、どこか農家の井戸でも借りよう。恐れ入ります。その代わり、俺を上様と呼ぶな。将軍と分かれば、みんなが帰って気を使う。旗本のあるということにしとくんだ。いつものように旗本の遠乗りで行こう。いいな。はい、心得ました。さてと、道がわからなくなってしまったな。どっちへ行こう。ちょっと見てきます。お待ちください。
井さんは。この先だ。間違いはない。吉宗はたった一人、見つけ次第襲え。分かれて進め。どうした小助。逃げろ。刺客が来ます。桜井元の将が刺客を大勢連れてすぐ近くに来ています。桜井が。ですから早くここを。どうした小助。こんなところに罠が仕掛けてあったのか。小助、もう少しでしっかりしろ。いかん、ひどい出血だ。血止めせねば。それより上様、早くお逃げください。私のことなどほった。早くお逃げください。そんなことは心配するな。それよりも血止めをせねば。人が来る。上様と呼ぶな。いいな。桜井たちですか。どうなさいました。まあ大変、あの仕掛けに。えらいことになったな。手前どもが飼っております鶏を狙って狼が出ますので、このような仕掛けを何か所かに作りましたが。お武家様、実はこの仕掛けには毒が塗ってありますので。毒が。小助、しっかりしろ。すまんが、何か縛るものはないか。よろしかったらこれを。片付けない。さらすけ。いや、殿様、私はもう大丈夫です。酒をおいください。そんな心配いらん。さあ、歩けるか。お武家様、この先に手前どもの家があります。そこへいらっしゃいましたか。よし、ではそうしよう。俺は徳田新之助という旗本だ。徳田様で、手前は与平と申します。これは娘のお関と申します。お関ちゃんか。はい。で、お関ちゃん、すまんが馬を引いてくれんか。馬を走らせんようにな。さあ、小助。なぜ桜井門殿署が刺客を連れてここへ来たのだろう。申し訳ありません。今朝私は桜井様に借事に行くと。桜井様、今まで私何かと親切にしてくれたもんですから、ついゆっかりと。分かった。小助、絶対に俺を上様と呼ぶな。いいな。どうもありがとう。でもさ、新さんどうしてこんなことになっちまったんだろう。決まってるじゃないか。喧嘩したんだよ。それで恨まれてるんだよ。やっぱりね。私心配してたの今まで。あの人さ、暇だからいけないのよね。そうだね。これを機会にお奉行様に頼んで何かお役をつけてもらうといいんだよね。うん、何でもいいじゃないの。ほら、火事場見回りとかさ。あら、関取、どうしたい。新さんいたかい。それがどこにもいねんですよ。飲み屋から蕎麦屋、小料理屋から山の、いそうなところもみんな回ってみたんですがね。おかしいね。どこにいるのかしら。そうだ、ちげるあそこだよ。あそこってどこだよ。
どこに隠れてんだよ。なるほど。行ってみるか。よし。あ、いやけどよ、あそこは先に勘定払わねえと中入れてくれねえぞ。そうか。すぐ行っといで。わしらはこれを使いよ。すまねえ、これだけが十分だよ。私も行くわ。するとこ。うろうや、いい馬が落ちているんだよな。おお、ダメだ。別に揃えてね。襟元なんか大きく外れちゃって、あら新さん、いい男ね。許しようないなんじゃってない。あら、あら新さん、おやめになって。いやー、バカやめて、新さん。やー、いいかげんにやめて。もうおかしい。随分晴れてきたな。とんだことになりまして。小助、痛むか。いや、大丈夫です。無理はするな。ひどい熱だ。平気です。小助、小助、与兵、この辺りに医者はいないか。はい、ご存知の通り、この辺りは人だと遠く離れておりまして、一番近いところと申しましても。いや、かまわん。ひとっ走りって呼んでくる。場所を教えてくれんか。はい、でも道が分かりますでしょうか。だったら私がご一緒に参ります。そうか、それはかたじけない。小助、しっかりしろ。今医者を呼んでくるぞ。早く、早くお願いください。お願いでございます。待っているのだ。急ごう。さあ、はい、どっちだ。まっすぐ北に向かいます。よし、しっかり捕まっておれ。はい、この石神一帯に農家はこれしかない。手分けしてしらみつぶしに探すんだ。いいな。浅いもんか。ご苦労。上様はどこにおられる。お姿が見当たりません。この辺りはすでに尾張の刺客が入り込んでおります。まずいな。どこへ行かれたのであろう。町奉行の大岡だ。もう一人お試しの山田浅いもんだ。間違いない。あの二人がここに来ている。吉宗もこの近くにいるぞ。
し。どうだ、様子は。ご覧なされ、この赤い筋でござる。これが真の像に達すれば、もはや手の内はござらん。飲ました薬が効いてくれるといいのじゃが、まず明日の朝が峠でござりましょうな。明日の朝？それまでに毒が効いてくれるといいのじゃが。俺はいいから、小助、お前が飲め。とんでもありません。上様どうぞ。お前が飲まねば、俺は飲まんぞ。はい、いただきます。太郎、なんとか助けてやってくれ。俺ができることなら何でもするが。いや、どうもされましてもな。そうじゃ。毒を消すのによく効く薬があるとか聞いております。たとえ全身に毒が回ってしまっていても、それさえあれば助かるそうじゃ。それは何という薬だ。俺が手に入れてこよう。いや、それがこの世間では手に入らぬのじゃよ。まあ、話に聞けば江戸城の奥深く、それじゃ鬼の丸とか申す特別のお役の者に伝わっておるというがの。何、鬼屋番？よし、俺がすぐに取ってこよう。ほう、お手前はお旗本、鬼屋番に顔が利きますか。いや、これはまた好都合じゃ。朝まで目が覚めまい。朝になって飲ませればそれでいい。じゃ、よろしくお願いいたします。わかった、明日の朝までに必ずその薬を持ってこよう。小助、心配するな、きっと助かるぞ。待ってね、いい薬を持ってくるからな。頼むぞ。朝芋も来ておったのか。何か用か。上様、お言葉ですが何か用かではございませんぞ。刺客のことか。はあ、上様のお命を狙って尾張から大勢の刺客どもが江戸に潜入しておりますぞ。うん、その始末は忠助、お主に任せるぞ。朝芋、忠助を手伝ってやれ。俺は急ぐのだ。先に行くぞ。それ、うん、上様、お待ちください。大岡と一緒に引き上げていきます。せっかくの機会でしたのに。小助がいない。小助？吉宗の馬の口取りの若者だ。吉宗といつも一緒にいるはずの男だ。小助がいないとすれば、小助の身に何かあったに違いない。よし、小助を探し出せ。しかし、馬の口取りの小物ごときを。いや、小助の身に何かがあったのなら、必ずもう一度引き返してくるはずだ。吉宗はそういう男だ。間違いない。手分けして小助を探し出せ。必ずこの近くにいるはずだ。
何とぞお許しくださりませ。いや、たとえ許されてもそれなしの責任は許されません。かくなる上は加納五郎左衛門、腹かき切ってでもお詫びを申し上げます。じい、どうした、何をしておる。ああ、上様、いや、よくぞご無事で。尾張の刺客どもに襲われましたか。いや、そんなものに会っておらん。それよりも半蔵がいないな。おそのでもよいぞ、急ぐのだ。おう、やはり尾張の刺客のことで。違う、薬だ。薬。うん、忍びの者に伝わるという毒消しの妙薬だ。すぐ半蔵を呼べ。いや、しかし半蔵は刺客を追ってお城にはおりませぬ。何、いない。まだ熱が引かないわ。助かってくれればいいがな。きっと助かるわ。だってあのお武家様一生懸命ですもの。そうだな、あんたいいご主人を持って幸せじゃよ。ご主人様のためにも頑張っておくれ。来ました、あの男たちです。間違いありません。あの六部たちは。一人は確かに元尾張の家老です。よし、つけろ。他にも見当たりません。よし、残るはこの一件だけだ。ウゲンタ来い、俺がこの目で確かめる。オオカミか。ヒヨタケ、
と申しておりました。ご案内いたします、うん、おい三条小野元、どこに。あ、お城に詰めております表御番儀に聞きましても知りません。何でも忍者秘伝の薬だそうで。そうか。大月半蔵、ただいま戻りました。待っていたぞ半蔵。忍びの者に伝わるという毒消しはどこだ。毒消し。いや上様、それより尾張より江戸に潜入した刺客どもの住処を確かめました。尾張の元家老も来ております。何、尾張の元家老。それは忠相に伝えるがよい。俺は初めから覚悟はしていた。将軍になったその日から命を狙われることぐらいは分かっていた。だが俺は将軍になった。俺が将軍になれば一人でも多くの人々を幸せにできる、そう思ったからだ。今さら刺客ごときに騒ぐことはない、当然のことだ。それよりも半蔵、薬は、毒消しはどこだ。よし、これで小助は助かるぞ。ではじい、行ってくる。ちょっとお待ちください。止めるな、じい。石神までちょうど朝までには間に合う。あ、上様。じい、忠助に伝えてくれ。大御番頭は桜井門殿の書を直ちに捉えようとな。いいな。桜井門殿の書。いかがなされました。いかん。桜井は今朝上様の後を追って石神へ行ったきりじゃ。何ですと。お薬を持ってきてくださったんですか。お待ちしておりました。いや、これでもう大丈夫じゃ、何？大御番頭の桜井殿。はい。右源太たちを連れて石神に帰りました。そうか。今年上旬の暁には香炉を持って尾張に迎える約束の桜井殿。吉宗を見つけ出したな。よし、出発だ。おお。夜明けまでには石神に着く。南蛮渡来のこの鉄砲、人目につくはずはない。行くぞ。
小助。小助。小助。ご無理でございます。意識はまだございません。徳田様が江戸まで薬を。徳田。はい。徳田新之助様でござります。徳田と言っているのか。侍様、来ました。来たか。よし。来たぞ。吉宗だ。尾張の者たちか。運よく命を拾った者は帰って宗春に伝えるがよい。この吉宗、将軍の座に未練はない。ただ将軍の地位を私することだけは許さぬ。吉宗、命は惜しまぬ。だが庶民の幸せを守るためにはこの場で死ぬわけにはいかんとな。おい、頼んだろ。上様、お命ちょうだい。旗本の身にやりながら尾張に尻尾を振った狼が傭兵親子の仕掛けた罠にまんまとかかったか。助け、後を任すぞ。徳田様。大丈夫だ、すべて終わった。お関ちゃん、菜を湯飲みに。小助、これを飲ませてくれ。おう、これで一安心じゃ。さあ、小助。すぐに飲ましましょう。昼までにはすっかり元気になりますよ。まだ若い、治りも早うございましょう。みんなのおかげだ。この通り礼を申す。これお手をお上げくだされ。
お供の小者をお助けなさる大御様の温かい心やりが天に通じとるのでござりますよ。全くその通りでございます。よかったよかった。忠相、取り方は間もなく到着いたします。そうか、この際だ。この辺一帯の狼を追っ払ってやれ。そうすれば農民たちは喜ぼう。俺の調べたところでは狼の出るのは江戸に潜入した命知らずの狼たちは全滅した。だがいつまた刺客たちは吉宗を狙うかもしれない。だから加納五郎左衛門の気苦労はいつまでたってもなくならないのである。本当にようございましたな。うん、もう四五日すれば走れるようになるだろう。すっかりお世話になった。ありがとう。いえいえ、でもあなたがお帰りになったらお席が寂しがることでしょう。いや、必ず遊びに来ますよ。きっと待っておりますよ。小助さん、大変大変。どうした。この間の徳田様、あの方本当は将軍様なんですってね。いや、ただの旗本徳田新之助様だよ。でも取り方の人たちがそう言ったんですって。どうしよう。何がだ。もしあの方が本当に将軍様だったら、私お馬の上で将軍様にしがみついちゃったのよ。私どうしよう。お関、あのお侍さんはただのお旗本だって小助さんが言ったじゃないか。そうね、小助さんがそうおっしゃるんだから間違いないわよね。ごめんね小助さん。いや、お関さんがそういうの無理ないよ。でもあの徳田様は将軍様に負けないくらい立派なお方なんだから。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は半蔵、お前は。お月様、父をお切りになるのでしょう。上様のためなら何者とても容赦はなされないはず。半蔵、もう一度聞く。どうしても上様に仕えるつもりか。参ります。小杖殿を連れて参ります。今日からは敵と味方、わしに近づけば斬る。次回、哀れ忍びの恋、どうぞご期待ください。